9月3日火曜日東京有明アリーナにて行われた世界スーパーバンタム級師団体統一世界王者防衛戦12回戦では同級王者の井上尚弥大橋が挑戦者で WBO 同級2位の TJ ドヘニーアイルランド 27R16 秒の TKO 勝利 7R 開始すぐに井上がラッシュを仕掛けた途端 ドフェニーが腰を抑えながら続行不能を訴え試合がストップした。フォト、ドフェニーが腰を痛めた瞬間、井上は27勝、24KO、無敗、米リング氏の PFP、パウンド・フォー・パウンド、ランキングでも現在2位で今回が同級で4戦目。対する挑戦者ドフェニーは26勝、20KO、4敗で元 IBF 世界スーパーバンタム級王者。 現在3連続 KO 勝ちで5年ぶりの世界王座復活を狙う強打のサウスポーだ。試合は 1R、井上はじわじわと圧力をかけながら前進。ロープ側に追い込みながら、手探りのパンチを放つ。慎重な姿勢のドフェニーからあまり手は出ない。2R、井上が強いプレッシャーからドフェニーをロープ側に追い込むと、井上がボディを強打。 ドフェニーの上半身がロープから出てしまう迫力ある打撃に会場から歓声が湧く終盤井上がボディに攻撃を集めドフェニーをコーナーに釘付けにする 3r 井上がドフェニーをコーナーに追い込み右ボディをヒット足を使い単発ながらもパンチを放つドフェニーに対し井上はスカウティングするかのように冷静にいなしゴング直前に右ボディストレートを当てる 4r 前半にドフェニーが踏み込んでの左ボディを被弾する井上だが、試合ペースは井上。攻撃を上下に散らしながら終盤、ジャブから右ボディストレートを叩き込む。5R、井上がコーナーポストを背にし、ドフェニーの攻撃を誘うカウンターの構え。しかしドフェニーは乗ってこない。井上が距離を縮め、左ボディを連打。ボディへのダメージを蓄積させる。6R、 ギーを上げたかドフェニーがガードの上から強振。手数も増やしていくが、井上はノーモーションの右ストレート、右ボディをヒット。ドフェニーが嫌がる表情を見せる。残り10秒、井上が上下に攻撃を散らしながらラッシュ。ドフェニーはダウンをしないまでも、顔は腫れ上がる。7R 開始すぐ、井上が右ストレートを連発し、動きが止まったドフェニーにボディ連打。 すると、ドヘニーが腰を押さえながら、ギブアップをアピール。まさかの結末で井上が TKO 勝利を飾った。井上は勝利マイクで、意外な結末について、ダメージの蓄積はあったかと思います、とコメント。序盤の慎重な試合運びについて問われると、今回のテーマは丁寧にボクシングを組み立てる。ボクシングは簡単なものではないので、 倒しに行こうと思っても倒せるスポーツではないので、しっかりボクシングというものを理解して、組み立てるように意識しました、と作戦通りだったことを明かす。続けて、皆さんの期待していたような試合内容ではなかったと思いますが、長く試合をしていれば、こういった試合もあるということで、また次に期待してほしい。まだまだ未完成だと思うし、今日の試合の内容は、自分のできの悪さではなく、 ドヘニーのキャリアだったり、試合運びの上手さもあったと思うので、まだまだ自分としては上を目指して頑張りたい、と語った。イングに上がったトップランクセオのボムアラム氏が、年内に東京で井上の試合を、もう1試合を行い、来年には米国ラスベガスで大きなイベントを開催したいと思います。と、井上に約束した。